小田急バス、町田営業所、小田急バス、町田営業所は、東京都町田市の津田町朝関の上284の位置に位置する、小田急バスの営業所である。営業所記号は F で、神奈川中央交通町田営業所に隣接している。最寄り停留所は、神奈川中央交通の、のつ電車庫であるが、当該停留所は、小田急バスの営業扱いがなく、 営業所との出入庫はすべて改装している。主に町田市東部と稲城市、神奈川県川崎市北部、横浜市北部の路線を担当する。かつては小田急バスの車両の車検、整備を担当する工場が設けられていたが、2013年6月2日をもってその機能は上りと営業所へ移転した。小田急百貨店のつ電物流センターが、 同一敷地内に並存している。なお、2022年5月をめどに、川崎市安岡大前寺西の、ゆりが丘カントリークラブ付近に新設される、新ゆりが丘営業所に、東営業所の機能の一部を移転する計画がある。1980年代に入るまで、鶴川駅や柿尾駅を発着する路線は幾多営業所が管轄していたが、 従来から担当している新百合ヶ丘駅、発着路線以外にも、小田急小田原線沿線を中心に宅地化が進んだ、ため、所管路線を担当できない事態が発生した。そこで、1983年に、生田営業所の管轄路線は新百合ヶ丘駅、発着路線を中心とし、鶴川駅、柿尾駅発着路線を、町田市の津田町に新設した、町田営業所へ移管させた。 三輪緑山子供の国方面、鶴川駅から南下して、横浜市北部地区へ向かう。鶴瓶7は、子供の国まで南下した後、再び北上して、奈良北団地に入る。折り返し場は、横浜市営バス、東急バス、奈良北団地折り返し場とは別位置にある。鶴瓶6は平日、土曜の朝夕のみ運行され、終点、三菱ケミカル前では、 三菱ケミカル駐車場で折り返す。2017年4月に三菱科学、三菱樹脂、三菱オ4の統合による社名変更に伴って停留所名も三菱科学前から三菱ケミカル前に変更された。鶴イ5は日曜、祝日の多客時のみに運転する不定期路線。鶴イ9は三輪緑山2丁目まで鶴イ7と同経路だが、 都県境近くの緑山、玉川学園台を経由して、奈良北団地へ直接向かう。同地区はこれまで横浜市営バス、東急バスが青葉台駅から緑山循環を運行していたが、小田急の運行は初となる。奈良北団地発は6時台から16時台、鶴川駅発は7時台22時台まで1時間に1本運転される。 鶴る07では鶴11と同様に、小田急バス発の深夜バスとして1985年12月から深夜バスを運行していたが、2020年11月16日のダイヤ改正をもって廃止、同時に日中時間帯を中心に減便された。運賃は、鶴川駅三輪緑山2丁目が210円、それ以降は横浜市内均一、220円である。なお、 鶴川駅三輪緑山2丁目は、川崎市麻生区の飛び地となっている。鶴川緑山住宅循環鶴川駅と南下した、丘にある緑山住宅を結ぶ循環路線。終点があのみは入り口、鶴川緑山住宅のみ、町が市内であるため180円だが、鶴川駅から乗車した場合は、川崎市内運賃と同一額の210円である。 地図の森中央循環鶴川駅から北東部にある新興住宅地、千湯の森への循環路線で東京都道、神奈川県道3号世田谷町田線から千湯の森に入り、農賀屋2丁目を経て鶴川駅に戻る。鶴川団地方面、鶴川駅から鶴川団地へ向かう路線。鶴11と鶴13は神奈川中央交通町田営業所と共同運行。 以前は鶴十二もカンナ中と共同運行だったが、二千十五年十一月四日のダイヤ改正で、鶴十二南回り循環は両社とも撤退して、路線廃止となり、鶴十二北回り循環は、小田急バス担当便の夜間一本のみとなった。また、鶴川団地停留所に関して、カンナ中は鶴川団地、小田急は鶴川団、地引き開始場という名称を使用していたが、 2015年12月21日から、鶴川団地に名称が統一され、同時に途中の鶴川病院前停留所は、鶴川中央公園に、鶴川第二小学校停留所は、能賀屋二丁目にそれぞれ名称変更された。2020年9月のダイヤ改正で、鶴十一の深夜バスは、小田急バス担当便が廃止され、神奈中担当便のみとなった。 新工事公園方面鶴26鶴川駅と鶴川大地区を結ぶ路線として、1998年に鶴23の大隊で新設された。小田急は朝夕を中心に運行されており、日中は1時間に1から2本と少ないにもかかわらず、乗客は多いことから、2015年11月4日のダイヤ改正で増便及び等間隔の運行に変更された。 柿尾駅市も朝を子供の国方面柿尾駅から子供の国方面へ向かう。柿尾駅南口は道が狭くバスが歩行者とスレスレで通行する状態であった。その問題を解決するため2007年4月1日より駅から一段上がった場所に設置された仮設ターミナルの使用を開始した。その際に旧来のバス停の使用は停止され現在は 休止状態にある。2011年9月1日のダイヤ改正で、柿20が廃止されて、町田への路線が消滅、残された柿21も大幅に減便された。2020年11月16日のダイヤ改正以降は1日わずかに往復のみの運行となっている。柿を駅史も浅う東院学園方面柿22。 の急行便カキ25カキオ駅北口から県道12号を経由して下朝を方面へと向かう路線で、川崎市朝区と横浜市青葉区を走行する。上記の系統で本数が多いのはカキ22で、東輪学園のバスロータリーへ向かう。通学時間帯には途中ノンストップの急行便も運行され、柿キ駅北口からは7時台と8時台に合わせて10本運行されている。 一方、東院学園からは、平日の15時16時台に5本、土曜の12.13時台に5本運行されている。また、東院学園で行事などがある場合は、休校の臨時便も運行されることがある。なお、東院学園の休校期間には休校ダイヤが組まれ、休校便が運休となるほか、朝夕を中心に、柿22が減便される。柿23系統は、 柿尾駅北口と東急電園都市線市が尾駅を結ぶ。東急バスとの共同運行路線で1時間に1から2本運行されるが最終便が21時台と早い。かつては神奈川中央交通も柿23系統の運行を担当していたものの撤退したが現在でも同様に柿26として 若葉台駅柿尾駅北口市が、尾駅線を一往復運行しており、柿尾駅北口から市が、尾駅までの経路は柿23系統と同一である。2011年9月1日より、東急バスとの共通定期券が導入された。柿25は、柿尾駅北口から上鉄、鴨志田口まで、柿22、柿23と同一経路を走行した後、鴨志田団地。 実家町方面を経て、柿尾駅北口に戻る循環路線。実家町方面への乗り入れを行う前は、鴨志田団地で折り返す経路となっていた。柿尾駅片平中央稲城、若葉台方面春日の駅入り口に停車する柿24かつて使用されていた稲城大病院折り返しは柿24は現町田駅袋橋柿尾町府駅を走っていたものが柿尾で分割された路線。 数少ない玉川を渡る路線でもあるが、玉川原橋付近の慢性的な渋滞により、正常な運行が阻害されるようになり、調布駅に至る便は徐々に減少した。下黒川は若葉大駅の最寄り停留所であるが、稲城大病院経由若葉大駅業を除き、若葉大駅のロータリーには乗り入れない。若葉大駅発着便は2004年まで、 運行されていた稲城大病院行きを延伸したもので、運転時間、本数ともに稲城大病院行き時代を踏襲しており、平日土曜は4本、休日は5本の運行であったが、2013年10月1日のダイヤ改正で休日1往復のみの運行となった。現在主力となっているのは、区間便である稲城駅発着便で駒沢学園を経由するが当例に、 新礼録より本数は少ない。休日朝は、黒川、矢野口駅間を神奈川中央交通町田営業所の鶴22が並走する。1時間あたりの運行本数は1本程度で、最大で2時間以上間隔が開く、時間帯も存在する。2011年3月1日から、柿24の柿尾駅北口発のうち、平日、 土曜の8時発と日曜、祭日の8時20分発が、路線免許維持のために、調布駅南口まで運行され、それ以外の時間帯は、矢野口駅、南口駅前広場の完成を受けて、現状運行本数分をそのままに短縮し、柿尾駅北口、矢野口駅線として運行が開始された。同時に、他の路線とバスの改正、矢野口駅経由便の経路変更が実施され、 超21とともに、矢野口駅、南口駅前広場への乗り入れが開始された。また、従来の矢野口駅停留所は、矢野口駅東に名称変更され、矢野口駅、南口駅前広場に乗り入れない、新宿駅西口から、読売ランド線、鶴22は、従来通り使用される。その後、2013年10月1日のダイヤ改正で、 運行本数の削減を行い、矢野口駅発着便と稲城駅下黒川の区間便、平日、土曜の調布駅南口発着便、若葉台駅発着便を廃止し、休日の調布駅南口発着便と若葉台駅、発着便各一往復を除く、全便が、柿尾駅北口稲城駅の運行となった。2015年5月16日には、稲城駅、 調布駅南口発着便が、柿尾駅方面に限って、若葉台駅のバスロータリーに乗り入れるようになった。ただし若葉台駅発着便とは違い春日の駅、入り口、稲城台病院入り口を経由せず、下黒川若葉台駅を往復する形になる。また、2020年11月16日のダイヤ改正で若葉台駅発着便は、 柿尾駅北口18時33分発、若葉台駅19時8分発となり、約8時間の大幅な繰り下げが実施された。運賃は、川崎市内、稲城市内は、川崎市内運賃210円であるが、矢野口駅調布駅南口間を利用する場合に、限り運賃が220円に設定されている。このため、調布駅、 南口行きに乗車する際は、行き先を乗務員に申告して、運賃を支払うようになっている。柿尾駅北口、平尾団地線は、2020年1月27日のダイヤ改正で、新零8の延伸と同時に新設された路線。柿24と同じ経路で、あずままで走行し右折。栗平駅の脇を通過し新設された、日大アスレティックパークを経由して、 平尾中央通りに合流する。そして新礼八と同じ経路を走行し、平尾団地へ向かう。新設寺から俗に言う、免許維持路線であり、運行本数も、日曜、祝日の一往復のみである。新百合ヶ丘駅新福寺あざみの方面、新百合ヶ丘駅から新福寺、もみの木台経由で、東急田園都市線、横浜市営地下鉄ブルーライン。 アザミノ駅へ向かう。1989年の運行開始時から東急と共同運行しているが、当初は全便は県産スポーツガーデン折り返しの新21系統だった。1991年にアザミノ駅まで延伸されて現在に至る。東急田園都市線と小田急小田原線を縦に結ぶだけでなく、東輪学園の生徒や沿線の団地輸送も兼ねていることから、 乗客は非常に多い。小田急線新百合が丘駅周辺と横浜市営地下鉄を短絡する役割も持っている。また、虹が丘小学校をあざみの駅間で東急バスのあざみの線と並行するが、あざみの駅での乗り場を分けることにより、遠近分離を図っている。混雑に対応するため、共同運行を行う東急バスは、基本的に標準着車で運転されているが、 小田急バスは標準車車を導入していないため他の路線と同じ短弱車で運転する。運転間隔は新23が1時間に3から5本運転されている。他、朝ラッシュ時間帯には新21が4往復していたが2012年4月1日のダイヤ改正で平日朝夕6から9分間隔、日中は約14分間隔に 同休日は15分間隔での運行に変化し、新21は東急バス単独の運行になった。すすきや2丁目停留所を境に新百合ヶ丘駅側は川崎市内運賃210円、あざみの駅側は横浜市内運賃220円となっており、川崎市内停留所からあざみの駅方向に乗車する場合は行き先を乗務員に申告して支払うようになっている。以前は、 虹ヶ丘線を名乗っていたが、2020年11月16日のダイヤ改正で柿尾線に統合され、現在の体制になっている。上平を区画整理に停車する、新礼八東京都稲城市南部地区と小田急小田原線新百合ヶ丘駅を結ぶ。当礼二と新礼八を中心に運行されており、上平尾までは1時間25の6本。 駒沢学園までは1時間に3本と頻繁に運行されているが、稲城駅まで向かうバスは1時間に2本程度と少ない。しかし、稲城駅に向かう途中の停留所からの需要も高く、当霊山や柿24の大半と合わせて、駒沢学園から稲城駅の通学輸送も担っている。新霊6では朝の駒沢学園向けと夕方の新百合ヶ丘駅向けにおいて、 直行便も運転されている。駒沢学園で行事などがある場合には、直行の臨時便も運行されることがある。なお、駒沢学園の休校期間には休校ダイヤが組まれ、一部の直行便が運休となるほか、一部の新霊録が平尾団地までに短縮され、新礼一として運行される。新霊後は日中のみ運転され、本数は2時間に1本。 稲城駅まで稲02と同じルートで運行した後、稲城市立病院に向かう。なおこの系統の稲城市保健センターと市立病院の相互間を利用する場合は、武装地区運賃適用となり、現金180円。それ以外の区間は、川崎地区期にいつ運賃が適用される。当例2と新例後の内朝夕に運転される便は、駒沢学園を経由しない。 これは柿24の調布駅南口発着便も同様。以前は駒沢学園のバス停が学園構内にあり、学園構内までバスが乗り入れていた。新零8は2014年12月1日に新設された路線。2020年1月26日までは宅地開発中の上平尾区画整理まで向かっていたが、坂浜平尾線の開業により、 翌日から上平尾区画整理を平尾4丁目に解消した上で、京王相模原線の若葉台駅まで延伸された。新令8の延伸と同時に、従来の上平尾区画整理停留所付近にあった折り返し場も閉鎖された。なお、この系統は、若葉台1丁目と若葉台駅の相互間を利用する場合は、武装地区運賃適用となり、現金180円である。 それ以外の区間は、川崎地区近隣津運賃が適用される。平尾地区は、稲城市でありながら、丘で隔てられた場所で、稲城市内の各駅よりも川崎市内にある、新百合ヶ丘駅との結びつきが強い。沿線には、団地が多く、駒沢学園があるため、ほぼ終日利用者が多い。新百合ヶ丘駅ではバスが遅れれば遅れるほど、乗り場にできる列が多くなり、 積み残しも発生する。2017年2月15日までは、新礼8以外の全系統が、上りと営業所の管轄だったが、2017年2月16日ダイヤ改正で、移管され、合わせて、新礼8が、平尾団地を経由するようになった。2020年11月16日のダイヤ改正で、それまでは、平尾団地まで日中10分間隔の毎時6本、 ユーラッシュ時七点五分間隔の毎時八本が運行されていたが、日中十から十三分間隔の毎時五点五本、ユーラッシュ時十分間隔の毎時六本に大幅減便となり、新礼5が六十分間隔から百二十分間隔となった。新百合ヶ丘駅から新百合ヶ丘総合病院、新二十六新百合ヶ丘総合病院の会員に合わせて新百合ヶ丘駅から 直行バスの新規運行が開始となった。平尾線のルート上を経由しているが、麻生区役所前、麻生警察署前、両バス停には停車しない。行き先表示では、系統番号の横に直行の文字を大きく表示し、側面には、病院直行バスと表示する。以前は、虹ヶ丘線の所属であったが、2020年11月16日のダイヤ改正で、 平尾線に統合された。主に、下記路線と平尾線の車両が担当する。若葉台駅黒川方面若葉台駅、発着路線の出入古路線で、一往復のみの設定である。小田急では、吉祥寺駅吉祥寺営業所、武蔵境駅武蔵境営業所に次いで、短い路線である。稲城駅駒沢学園方面稲城駅と駒沢学園を結ぶ路線で、 か二24や当例に、新礼後とともに、稲城駅から駒沢学園への通学客輸送を担う。通学時間帯に合わせた運行で、休日には運行はないが、か二24、当例に、新礼後の各系統は、休日も一部便を除き乗り入れるため、同系統を利用することで、駒沢学園への利用は可能である。ただし、休日に駒沢学園で、 授業開校や行事がある日は臨時に運行することがある。なお、駒沢学園の休校期間には、休校ダイヤが組まれ、一部の便が運休となる。稲城駅紅葉台、長峰方面稲城駅から紅葉台ニュータウンへ向かう、路線で、ニュータウン開発に伴い路線が二度延伸されており、運転を開始した百八十八年には、公用台泊まりだったものが百九十五年に、 長峰まで1999年に若葉大駅まで伸びている。現在は朝夕の一部便に稲11系統が運行されている他はべて稲12系統として運行されている。なお、2005年に慶応との共通利用であった長峰折り返し場が借地の期限が来たため閉鎖され、慶応は折り返し場を利用しない長峰循環の運行を開始した。 それに対し小田急は別の場所に新たな折り返し場を開設し、長峰泊まりの運行を継続している。この路線は武装運賃区域を走行するが、全区間で前乗り中ぶりの行き先申告制前払いが採用されている。以前まで、稲ネ11、イネ12は小田急バスで唯一の中乗り前振りの運賃後払い方式だったが、 2016年6月1日より、他路線と同様に前乗り中ぶりの行き先申告制前払い方式に統一された。玉ちゃんバス道路が境愛で、通常の路線バスの運行が困難だった、玉川学園周辺地区の交通不便解消のために、設定された路線。町出し並びに、玉川学園コミュニティバス推進協議会と三者共同で運営される。 原則自治体からの運行補助金はなく、通常の運賃制度のため、スイカパスモなども利用可能である。周辺は、神奈川中央交通の営業エリアではあるものの、たまちゃんバスに関しては、小田急バスが運行を担当することとなった。車両は、神奈川中央交通の町っ子バスや金森地区、コミュニティバスとほぼ、同じ仕様のディーゼル小型車で、 玉川学園在住の漫画家三つは七角によるイラストがラッピングされている。かつては三菱不装、エアロミディ ME が使用されていたが、2018年に新車が投入されたことで、最後の一台は武蔵坂井営業所に転属となった。北ルートは玉川学園及び加内が、岡方面への路線で2005年3月21日に、東ルートは東玉川学園及び、 なるせ大方面への路線で2007年3月21日に南ルートは玉川学園及び南大谷方面への路線で2016年2月1日に運行開始した。東ルートのうぐ谷につつじが丘間は都県境上の尾根を走行し、北東側に横浜市青葉区奈良城と接する。この付近は奈良北団地にもほど近い。なお現在、 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、成田線は全便、羽田線は一部便が運休となっている。霧光学園中学校、高等学校の生徒のみが利用できる、スクールバス。専用車で、平日の朝、夕、土曜の朝と昼から夕方にかけてのみ運行されている。下記21般路線車は、イスズエルガの割合が高いが、三菱不装、エアロスターやハイブリッド車の日の、 ブルーリボン式ハイブリッドも在籍している。従来から幾多営業所とともに、基本的には、高出力エンジンの車両が選択されてきたが、近年では、エンジン出力向上により営業所に関係なく、同一出力の高性能車が導入され、営業所ごとのエンジン出力による振り分けは、解消された。以前は、小田急バスで唯一となる中のり整理券方式路線が存在したため、 コミュニティバス専用車を除く一般路線車全車両に整理券発行機が取り付けられていたが2016年6月に全路線が前乗り中折に統一されたため既存の整理券発行機は使用停止され IC カードリーダーは撤去されたまた以降投入の新車には設置されていないまたかつては一部車両のみ運賃表示機付き案内表示機が付いていたが その後 LED 式案内表示器を搭載する全車両において案内表示器の下段を区切って運賃を表示していた。現在はレシップ製の液晶表示器に交換され行き先や停留除名などの多言語対応が可能になり英語、中国語、朝鮮語も表示されるようになった。2013年10月以降小田急バスのマスコットキャラクター キュンタの誕生1周年を機に08回9297号車がキュンタラッピングバスとして運行を開始した。他にも、羽田空港、成田空港リムジンバス用に、三菱扶桑エアロエーストヒのセレガが配置されている。さらに、稲城市、コミュニティバス、アイバス用と玉川学園コミュニティバス用には、小型車のヒのポンチョが在籍している。バス用車両には、 赤色地に独自のイラストが入れられており、市の公式イメージキャラクターである稲城なしの助があしらわれている。玉ちゃんバス用車両は黄色地に独自のイラストを入れた車両となっている。また、上記のコミュニティバス共通予備車として、一般路線塗装の三菱不装、エアロミディ ME が、他にも同じく三菱不装、エアロミディ ME で、 貸切登録の車両が2台配置されている。他にも、霧光学園スクールバス用として、イスズエルガの2ステップ車2台と日のメルファ1台が配置されている。ありがとうございます。